眩しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手にはみんなの願い体に向けてさあ蘇れライディンライディンフェロインフェロインたちまち溢れる神秘の力ちゃん食べねえの？中ちゃん、急に太郎に行くっちゅって迷惑じゃないかの。ムトロポリスの研究で忙しいとか言うとったに。何ば言っとる、どうじゃ。いくらメトロポリボックスの研究やって偉くなったか知らんが、太郎はオラの息子だっちゃ。心配せんでよか。太郎、5年ぶりだの。忘れぬて、頭のいい息子だったけんの。頭のいいのは私譲りだのしや。いや、オラの息子だから。私。だどもオラにも責任が。渡すだったら渡すだ。小型ムートロン送信装置ですって。ああ、ここのコンピューター装置を手本にしてさ。サルマル大先生が設計したんだ。もし成功すればさ、人面岩から離れたところでもあの装置でムートロンエネルギーをキャッチしてライディーンのピンチを救えるってわけだ。本当？問題はそのキャッチの可能性なんだな。サルマル大先生によるとな、成功率は100万分の1だそうだ。へえ、
それにしても、サルマルさんって偉いんだね。4時15分だ。すると今頃は母ちゃんたち、コンビ押しぐらいかな。大事な設計ぞ。サルマル君、一体どうしたんだね、そんなに慌てて。今朝からやけに落ち着かないじゃないか。はい、実はその今日田舎から父ちゃんと母ちゃんが出てくるんで。またよ、それじゃお迎えに行かなくちゃ。それで落ち着かなかったんだな。すみません。よし、代わりに俺たちが迎えに行ってやるよ。よし、レッドダウンは盛大な歓迎パーティーの準備だ。ああ、なんだ。所長、緊急連絡。ただいまコンビ押し付近に巨裂竜が出現しました。町を破壊しながらこちらに進んできてる模様です。分かった。母ちゃんたちの列車が通る近くだ。なんだって。ああ、今頃母ちゃんたちは。落ち着け大先生、マリと一緒にブルーガーで来るんだ。行くぞ。叩く前の小手調べ、ドライバー思いっきりやれ。先生と一緒にスピットファイターで飛び立つんだ。アキラ、俺たちは巨烈銃だ。了解。ライディー！
今だ。とどめたドライガー、おお、暴眼束ね打ち。あのミサイルを撃ち込めばもう倒したも同じこと。あとは磁力砲をもっと強力にして出直しだ。今に見ろライディーン、そのミサイルに磁力砲が当たるときこそお前の最後なのだ。あのミサイルはオラを助けた時に撃ち込まれただか、まあたとえかどんなことがあってもあのミサイルを抜き取るんじゃ。そうしねえと。分かってるだよ、分かってるだども。あれ見れ母ちゃん、太郎、その方法がコンピューターにも分からぬとよ。なんだって。だんだん中心へ近づいていくわ。このままできっとライディは殺されてしまうわ。食い込んだミサイルが操縦席のお前を押しつぶし、さらにドライガーの強力磁力砲の光を浴びればミサイルは爆発し、お前は粉々に打ち砕けるのだ。うわあ。R3 アルファ PXO だろ。R1 を BX と。やったぞ、やったぞ、ライディン修復の答えが出たぞ。おいとか、のーちゃん、のーちゃん、よし、急いで修理にかかろう。調子いいですよ。そのまま R3 をアルファの7につないでください。ゆっくりですよ。 R3 をアルファ7だと。 OK、 そのままエネルギー 100%。 了解。100%。 やった、ミサイルが止まったぞ。いやーやったー、ミサイルが止まったぞ。サルマル大先生おめでとう。よし、続いて取り外しの作業にかかろう。オッケー。こちらムトロポリス、巨烈獣出現、光線中。なに、こちらムトロポリス、とても歯が立ちません。ライデンを出動させてください。ライデンの出動を要請します。よし、出動だライデン。あ、待ってください。ミサイルを抜き出さずに戦うのは無茶です。そんな暇はない。こうしてる間にもやられて全滅したらどうするんだ。そんな、動けば動くほどミサイルはますます早くライディーンの体に食い込むんです。死にに行くも同じです。やめてください。アキラ、話せ。俺がやらなくて誰がやるんだ。巨烈獣と戦えるのはライディーンだから。ライディーン、お前の強力磁力砲で肩のミサイルを攻撃しろ。
うわー、しまった、勢いに乗りすぎた。そうだ、今となってはあのムートロンの伝達装置を間に合わすんだ。今のライディーンを救う道はそれしかない。やるんじゃ太郎、ライディーンがこうなったのも元はといえばオラたちのためだからな。ええな太郎。やるさ母ちゃん、この装置が完成してもムートロンのエネルギーをキャッチできる可能性は100万分の1。でも今はそれにかけるしかないんだ。うわっ、うわっ、動け動け。そうすればミサイルはそれだけ深く食い込んでいくのだ。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。ミサイルが動き出した。脱出だ、ゴッドバードな、動かない。しまった、ミサイルだ。ダロ、どうだっちゃ、安住行ったか。セッティングは終わりました。しかしムートロンのエネルギーをキャッチできるのは100万分の1。そしてたとえ成功してもこの装置は二度と使えないでしょう。うん、よし、やってみよう。すぐにブルーガーに積み込め。おい、ジェットダンプ付けたいぜ。ダーちゃん、オラたちの太郎だ、きっとやってくれるだよ。うわ、今のうちよ、ムートロン伝達装置を接続するわ。早く脱出して。了解、よし。しまった、回路が切れている。アキラ、早く脱出して。何をしておる、ドライガー。奴らも一緒に地獄へ叩き落とせ。アキラ、早く今のうちよ。補助ブースターオン。ダメだ。ノー、ポインター、煙幕封じ。ジロ長やれ。テラちゃん、テラやったぜ、こら。あ、こっこほー、そうだ、分かったぞ。ライディンをドリルのように回転させるんだ。やったぞ。ライディン、待っていてください。ミサイルの撃ち込まれた肩口に装置を取り付けましょう。ドライガー、ここが正念場だ。肩口のミサイルめがけ、磁力砲を撃ちまくれ。しまった。それを肩につけて。なあ、うん、大事、早く装置を肩へ。到達、ムートロン発光。こちら人面岩、了解、ムートロン発光します。トライガー、お前の相手はライディーンだ。そんな雑魚に構うな。アキラさん、準備完了です。うわー、サルマル、こうなりゃ一か八か。決着をつけてすっきりさせてくれ。ありがとう、わかった、アキラさん。ムートロンエネルギー、パワーアップ。
だろう。スイッチオン。ミサイルが溶けていく。お母さん、成功しましたよ。よかった、タロウ。これで五分と五分だ。手加減はしないぞ。バーリザード。よー。そんなものが効くものか。反転。なぜだろう、心が燃える。戦えと戦えと誰かが叫ぶ。行くぞライディン、果てしない空へ、ララララララ。俺はアキラだ、君の俺たちのチームに試合を挑んできた早田学園のイレブンは、なんとバラバラに打ち砕き倒したはずの破壊魔獣クラッシュの分身だった。あっという間に合体したクラッシュは必殺の秘密兵器をライディーンに向けてきた。次回、勇者ライディーン破壊魔獣イレブンの秘密にフェードイン。